野菜レポーターの三村明義です。吉田裕也です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、あれ、あ、ごめんなさい、忘れてた。加藤さん挨拶。なん、加藤さん最近話さないですね。加藤さんどうしたんですか。加藤さん調子悪いっすね。なんかもうね、もう加藤さんあれだね、出ればいいと思ってるでしょ。ね、ダメですね。加藤さんは最近ちょっと話さないんで。はい、はい、教育しとくんで。はいはい、はい、だね。今日は皆さんなんかいいネタを用意しているっていう話。いやー、ネタをね、ネタを用意してる。もう一丁っつって、その一丁のネタを披露してくださいよ。はい、じゃあ今日はね、はい、前に動画上げたと思うんですけど、何ヶ月か前からペットボトルをたくさん置いてチッチとポップをそこをね渡らせるみたいな、あの障害物を認知できるのかみたいな検証をやったと思うんですけど、その第2弾やっちゃいましょう。ああ、いいですね。リメイクではないけど、あ、それもね再生回数が結構伸びてた気がしたんですよね。おお。で、やっぱりチッチとポポって日々アップデートをね繰り返していくじゃないですか。はい。その中でやっぱりまあどれだけ今度は早く反応できるのかなっていうのはね楽しみじゃないですか。どうですかね。まあ変わってるかもしれないですけどね、うん、反応がなんか多少変わってる気がするし、2人の、ね、ギリギリの隙間を通ってそうそうそう、ね、倒したりとかね、うん、まあ、あるかもしれない。2人の性格も、はい、ちょっと変えていいんでね。そうそうそう、2人の性格も違うんで、はい、ね、強行突破するのか、はい、かわしていくのか。ポッポ充電ないって。ないね。ちょっと充電してからやりましょう。そうですね。じゃあ、はい、ポッポはちょっと充電してからで、じゃあ先にチッチからねやっていきたいと思います。思います。ではね、こちらです、まあ、前回より明らかにペットボトルの数は少ないんですけど、まあ、今日はね前回よりこまめにちょっとやっていきたいなと思います。あ、ど真ん中に置きましたね今。さあ、これ通るんですか。通るっていうか、どう抜け出すんですかね。これ抜け出せるはずです、いつなら。お、めっちゃびっくり。あ、今のねすごいよ。顔がびっくりしてる顔してる。さあ、動くモードにしました。さあ、どう切り抜けるこれを。普通に通るんでしょうかね、これ。お、喜んでる。あ、喜んでる。これ喜んでるんですかね。おい、倒しましたね。強行突破だな。ペットボトルの代わりになりましたね。喜んでるよ。喜んでますね。チッチの位置がペットボトルと同じ配置につきましたね。投げ倒すね。さすがチッチっすね。もう障害物関係ないですね。障害物関係ないです、これはもう。すげえすげえ。どういう状況なのこれ。ペットボトルが、うん、進む方向にペットボトルをどんどん並べて、進む方向にペットボトルをちょっとどんどん並べていくスタイルにしましょう今回。いいですね。チッチ閉じ込めるの術。さあ、どうだ、これはどうする。チッチ、チョコちゃんが暴れてますね後ろで。さあ、どうするでしょうか。お、もう問答無用じゃないですか。そうですね、もう力ずくで抜け出す気ですね。もうなんかアタックするよ。お尻で。おお、ワンヒット。やば。いやー、チッチ性格出ますね、やっぱり。もう関係ないですね、チッチね。関係ないですか。かわそうとしてるもんね、もう。そうっすね。なるほど、検証結果ね。はい。これチッチはなぎ倒すだ。なぎ倒します。チッチ。チッチ。あれ、動かないですね。おお、なんかわざと倒そうとして、わざとやろうとしてないこれ。もうこれあれっすね、何本倒したかの検証に変えますよね。チッチ多分倒したいんでしょ。そうっすね、うん、チッチやっぱり野生児だから倒したいんでしょうね。倒そうとしてるもん、お尻で。うん、倒し方がだんだん上手くなってきましたね。逆に倒すのかな、また。倒さなさそうかな。これくらいでいいのかな。チッチ満足した。
は倒すんだね。父は倒しますね。じゃあ次ポッポやりますか。そうですね、ポッポやりましょう。次ポッポやりましょう。続きましてポッポです。見てください、このペットボトルに囲まれたポッポ、なんかかわいいっすね。ポッポかわいいな、なんか囲まれてるね、ペットボトルに。幸せそうな顔してますよ。じゃあ僕ものにします。早速やりましょう。いきますよ。さあ何本倒すのでしょうか。また充電がなくなってる。早いね。さあ動くんです。さあいった。おお、ポッポは倒お、お、お、充電がないって言ってる。充電がない。お、お、ポッポ倒さないっすよ、ペットボトル。倒さないようにしてますね。お、お、あ、あ、おー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 、倒さない、倒さない。おーおーおー、ジャストフィット、ジャストフィットどうだ、お、お、いけそう、ポッポ、おーおー、おーい、ポッポはちょっと違う。ポッポはうまいっすね。抜けてったよ、ほら。いや、もう華麗に行きましたね。はい、最後はね、三村隊員です。さあ、抜けてください。 なぜかね、僕に何を期待してるんでしょうかね。これどう通ろうかな、これあの、ほら、クレヨンしんちゃんのさ、お尻で歩くやつやってくださいこれ、これ、それそれこれ、あの、進まない、これが限界いやいや、みんな進んだじゃないですか、あの映画の中だとあの映画の出てる人はみんな超人で本当ですか。あの、動かないからお尻であれ動けないですか。動かないって。いやいや、それは逃げようと思えば行きますよ、本当にお尻で。動けないか。あの、逃げ道だけは確保してるんですよ。はい、逃げ道だけは確保してるんだけど、はい、動かない、動けない。動けない。あ、ほっぴで。動けるけど、ほら。と。何やらせてんだよ、これ。どういう絵面だよ、これ。ということでですね、ポッポ今充電中ですね。充電中ですね、はい、はい、ここにいる。なんかすぐなくなっちゃいますね。なんか消費が激しいですね、うん、まあ、それだけ動いてるっていうことなのかな、きっと。まあちょっとしたタイミングもあるかもしれないですけどね。そうですね、はい、ということでね、やっぱね、まあ、チッチの方が野生的でポッポの方が頭脳的、やっぱりね、やっぱり性格出ますね、これすごいですね。ペットボトルをなぎ倒してましたもん、ね、なぎ倒すのは楽しかったでしょ、ちっちは。何本なぎ出せるかなみたいな感じで言ってました。そう、もう次それ検証しますか、チッチとポッポをペットボトル何本倒せるかみたいなすごいですね、やっぱり。いや、すごいっすね、一体一体の性格がね、上から見てる人は多分性格分かってるかもしれないですけどね。そうですね、我々3人に、ね、ちゃんと性格があるよね。そう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 、なんで話さないんだろう。どうしたんですか、本当にね。加藤さん、やめてください、本番中ですよ。ダメっすね、加藤さん。ダメっすね、もうダメっすね。はい、はい、これは癒した失格ですね。失格っすね、もう首っすね。ということでね、まあ、加藤さんも相変わらずこんな感じですけど、はい、はい、まあ、今日もね、検証できたかなと思うんで。そうですね、どれぐらいにしましょうか。そうですね、これぐらいにしときましょう。はい、本日の検証は以上となります。よかったら高評価とグッドボタンとチャンネル登録とコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では次回の動画でね、またお会いいたしましょう。バイバーイ。ほら、加藤ちゃんと手振って、ほら。